で、ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなれば、プロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。 ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。ウェッジ、高い金払うんだ、がっかりさせんじゃねえぞ。 こっちだ。
任せた。相手に逃げろ。終わりだ。やってやる。消えろ。当然の結果だ。いたぞ。捕らえろ。そこまで。どうってことだ。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンラの番犬。魔鋼楼は初めてじゃねえんだろ。俺を魔鋼だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。シンラに未練たらありじゃねえか。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。魔鋼炉は建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。こっちのセリフだ。相手は一人。終わりだ。ここまで。受けてやる。お待たせ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。おとなしく待っとけ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは。おっと。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、
かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。うん。あ？てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったら火傷じゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるさ。攻撃力、防御力は桁違い。舐めてかかる。魔法の方が効く。隙を狙って消えていける。悪いな。チャンスは自分で作り出す。もう一度行くぞ。一丁上がる。お前いくつだ？ファーストだ。あ？ソルジャーには階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。あ、おっと失礼。
ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。行っちゃいかな。覚えとくぜ。ここが魔航路の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。近いぞ近いぞ。魔航でむせ返るぜ。増えてきたぜ。おじけづいたか。あるか。長年の夢が叶う喜びだ。ここを降りたらいよいよだよ。エスコートはここでおしまい。出しゃばっちゃってね。あんたでも倒そう。サボるつもりじゃねえだろうな。はぁ、まだよ。はい、狙わずに。はっ、星の中か。すぐに魔航路が吸い上げるさ。笑えねえな。いよいよだぜ。いよいよだぜ。さて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。ビビりやがって。
章はあのサソリにくれてる。急げ、脱出だ。ウェッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。登れ、その方が楽だ。そっか、でダメ、下げてないと焦る。好きにしろ。バレット、先に行け。ジェシー、扉開けんのが優先だ。でもこっちは問題ねえ。ボルジャー様が一緒だ。もっと、ソルジャー見つけたぞ。取り押さえる。止まれ、5秒でやるぞ。連携しよう。急げ、あいつらと合流するのか。早くここから出ねえ。Get! Ugh! Come on, guys! Ugh!
げー、急げ急げ急げ。もらおうと思ってわざと転んでみたの。迫真の演技だったな。